はい、今日から魔王やっていきたいと思います。前回はね、ちょっとゆうちゃんにはいろいろと辛い感じのね回だったのでつきましたね。今日はだいぶ無理をしましたから、ゆっくりお休みください。ウェラー教の言う通り、今日はここに泊まる方がいいでしょうね。なんだ、結局取ってこられなかったのか。とてもじゃないけど、あれは俺の手には負えねえや。5打席連続で空振り三振に取られた気分だよ。ああ、途中で海賊なんかに遭遇しなきゃ、今はまだ豪遊中だったのに。で、どんなものだったんだ？何が？モルギフだ。幅は？刃渡りは？優美で大しく、気高い輝きだったか？正反対。魔王にのみ従う最強の剣だぞ。ほら、ギュンターの日記にもそう書いてある。いいよ、どうせ字が読めねえし。早く覚えろ、不便だぞ。俺だってさ、仮にも王様の剣なんだから、キンキラゴールドとか、細工バッチリのプラチナとか、職人泣かせの透かし彫りっての、そういうやつ、じゃそういうツバがあって、グリップエンドは大きい宝石でもはめ込んであるっつー典型的なやつを想像したわけよ。それがまあ実際は顔が、思い出すのも恐ろしい。顔がついててしかも、だよ。持ち主でありご主人様になろうっていう俺の指を噛んで、噛んだ？妙だな。魔剣モルギフには魔王には絶対服従なのに。ひょっとして腹が減ってたんじゃないか？腹が減った？金属なのに。いいかよく聞け。魔剣モルギフは人間の命を吸収して力となす。よって発動するには精力補給の必要がある。さらに公式ではないが、特には解除性を好むとしてる。最悪なんだけど。だそうだ。それで噛んだわけ？そうではなくて。まさかそれでさ、つまりその件で人を殺せってことなの？それじゃモフモフって。まるで人の息調を吸う妖刀じゃん。モフモフじゃなくてモルギフ。なんだモフモフって。随分前にやった RP 出てきたキャラだったかな。で、モルギフは吸血妖刀なわけ？お前、城での説明を聞いてなかったのか？必ずしも人間を殺せということではないだろうが。でも、ユーリ、まさか人間ごときに情けをかけようというんじゃなかろうな。お前だってあいつらがどんな連中か分かったろ？命を救ってやった僕らは魔族だからと監禁したんだぞ。今思い出すだけでも腹が立つ。あの、知らずぶりには返すこともございませんです。何にせよ、ここまで来てモルギフを取ってこなければ話にならない。そうだな。明日は僕が一緒に行ってやる。何しろ、ユーリはヘナチョコだからな。ヘナチョコ言うな。どうした？久しぶりだな、お前にヘナチョコって言われるの。それはお前国を開けるからだ。民も土地も他人に任せっきりで、全く落としの自覚がない。ヘナチョコヘナチョコと言って何が悪い？ヘナチョコヘナチョコとか。だよな。俺みたいな新米魔王、最初から完璧なわけないよな。初めて対戦するバッターを出す。初打席でバッチリ三振取ろうったって。癖もタイプも知らないんじゃ、攻めようもないもんな。ウォルフ、なんだ？ありがとな、ついてきてくれて。なんだその誠意のなさそうな言い方は。そもそもなぜ僕はこんなひどい旅に同行しなくちゃならないのか。お前はきちんと考えたことがあるのか。お前が僕に求婚なんかしたから、僕はお前が旅先でどうにかなってしまうのように目を光らせなくてはならないんだぞ。その旅先でよからぬやからにだな、軍不相応の感情を持たれたりしないようにだ。可愛いよね、こういうとこは。可愛いボルフ、思いつきもしなかったよ。その件はまだ解決しなかったんだっけ？忘れただと？ちゃんと言わなきゃな。その婚約のことだけど、これ取り下げるよ。ごめんなさい、それなかったことに。言ってなんだと？そんなことされたら僕の自尊心が傷つくだろうが。じゃあそっちから断りゃいいじゃん。俺のプライドなんかどうでもいいし。そんなことはできない。なんで？なんかそういうルールでもあんの？うるさい。かわいい。ゴルフごめん。俺が悪かった。
謝るからクローゼットに閉じ込むだけはやめてくれ。黙れシリガル。シリガルかもしれない。ちょっといろんな人今いいなと思ってるもん。ボルハム出てこないな。そうだ、今日のことヨザックともう一度話そう。辛いね。ヨザック、あ、ヨザックここ目の前なんだね、ヨザックね。あ、坊ちゃん、今日お疲れ様でした。ヨザック、言いたいことがあるなら言えよ。俺の言いたいことはもう申し上げましたよ。俺だって頑張ってる。いい王様になろうと思って努力してるよ。一回でも失敗したらダメなわけ？王様だから失敗許されない？俺はついこの間まで王様な全然関係ない世界にいたんだよ。陛下。どうしよう、しょうがない。これかな。誰も陛下を非難したりしませんよ。ミスったね、今ね、私ね。そうそう、俺らは従うだけだから。陛下がこっちに慣れてないのはしょうがない。失敗もするだろう。けど陛下が失敗した分のツケは誰かが必ずどっかで払ってるんですよ。ヨザック、お前は陛下を批判したいのか？事実を述べたまでです。ごめん、こんな話するつもりじゃなかった。忘れてくれ、ユーリ。せめて火祭り、見物に行きたかったな。事実なのよね、ヨザクが言ってることって。事実すぎて、辛いよね。寝つけないな。コンラッドはまだ起きてるかな。行ってみよう。ちょっとだけ様子を見に行ってみよう。いや、もうコンラッドに癒されるしかないでしょ、こうなったらね。明かりがついてる。起きてるのかな。混乱したわけじゃねえって、結局俺はお国に忠実。どんな理不尽な命令でも陛下には従うさ。ただ新しい陛下はどんなお人かなってそこのとこは知りたかっただけだ。それを試すと言うんだ。違う、心の準備ってやつだ。もしあの坊やが前の王と同じなら、俺たち兵隊は覚悟を決めなきゃならない。黙って死に行く覚悟をな。だからこそ今度の新しい王はどうなのか、それを知りたかっただけなんだよ。しかし、言いたいことはよくわかる。でもお前だってそうだろう。何人の部下を失った？どれだけの友を奪われた？ジュリアだって。ヨザック。今後陛下を惑わすような言動があれば、即刻お前をこの任から外すことになる。いいな。悪いけどウェラー卿、閣下にその権限はないぜ。俺に命令したいなら早く復帰しろ。まさか新王陛下のおもりとして一生過ごすわけでもなかろう。陛下の許しがあればそうするつもりだよ。嘘だろ、どうしたらそんなに入れ込めるんだ。可愛いってだけでメロメロになっちまった。まあそれはあるかもね。ルッテンベルグの獅子とも呼ばれた男がどこでそんな骨抜きにされたんだ。随分と昔のことを言い出すな。またまたご謙遜を。そういうあれ、もっちゃんにあげちまったんだっけな。グランツの旦那がそれを知ったら脳みそぐつぐつ沸騰させかねんぞ。ルッテンベルグの獅子、コンラッドは本当は俺のおもりなんかしてるやつじゃない。けどコンラッドは俺を信じてくれてる。俺はヘナチョコだけど、するべきことは分かってる。うん、行こう。コンラッドの信頼を受けるにふさわしい男になりたい。進化するヘナチョコでありたいんだ。イエちゃんのいいとこってここなのよ。こういうところなのよね。本当に素晴らしい。マニアニメ見てる時もなんかもう毎週のように泣いた気がするな。その楽しい話の時は泣かないけど、ちょっと悲しい感じだとすぐ私泣いたな。隣の山は大騒ぎだな。俺はこれから、モルギフを取りに行く。一人きりだけどやるんだ。山頂の泉を目指そう。え、敵出てこないよね、大丈夫？ゆうちゃん一人で戦える？あ、
出てこないっぽいね。よかった。まあ、そうだよね。説得しかできないんだから。迎えてくれるのは落書きだけか。俺たちはここに来たぜ、ヘイヘイ。俺も来たぜ、俺なんか2回目だぜ。俺なんか一人きりだぜ。誰か褒めて、イエーイ。ここは一人でもやらなきゃいけない。俺がやると決めたんだ。男渋谷有利に二言はない。さて、深夜の洞窟風呂としゃれ込もうか。てか、ウルフはどうしたの？同じ部屋じゃないのかな？ゆうちゃんいなくなったら気づくでしょ、さすがに。ヨーマケン。なあ、メルギブ。じゃなかった、モルギフ。覚えててくれた？俺、ユーリ。もうずっと温泉に入ってるんだろう？そろそろ上がらない？俺がちょちょいと手を貸すから、噛まないって約束してくれる？どうして噛むんだよ、剣のくせに。普通剣って生き物じゃないから噛まないだろう。普通じゃないのか。お前生きてるのか。生きてるなら生きてるって最初から言え。よし、今から撮るぞ。すごい、もう今のゆうちゃんの顔も女子すぎる。泣くのかこいつ。もう一回泣いて。もう一回泣いてくれってば。泣いたと思ったけど気のせいだったかな。泣いたっていうか唸ってるんだよね。なんだよ、やっぱ泣くのかよ。よし、宿に戻るか。やりましたね。もう素敵、本当に素敵。コンラッド笑ってるだろ。どうしてわかるんです？コンラッドがどんな顔してるのか俺は見なくてもちゃんとわかんの。どうよ、王様の剣。素晴らしい。これが素晴らしいかね。見ろよ、この不気味な顔。しかも声まで出るんだぜ。モルギフじゃなくてあなたがです。俺？そう、ユーリが。これで少しは王様支持率上がるかな。俺今んとこ支持率悪いだろう。国民の皆さんに問うまでもなく、元王子やお庭番にまで嫌われてる。ヨザックは任務に忠実なだけで、陛下を評価するような感情は持ちません。それにグエンダルは、グエンがユーリを嫌うはずがない。なんで？可愛いからね。彼は小さくて可愛らしいものを愛してるから。子猫とかリスとか、地球でよく見たハムスターとかね。へえ、可愛いもの好きなんだ。え、ゆうちゃん可愛いもん。いや、いいね。モルギフも手に入ったし。やっと戻ってきたか。今日は僕も一緒についていくつもりだったのだが、まあいいだろう。あ、ごめん。でもこの通り魔剣をゲットしてきた。そうとなれば次はモルギフを覚醒させないとな。そっか、この剣まだ目覚めてないんだもんね。このままじゃ魔剣として役に立たないと。引っ叩くとか。それじゃ町に向かいますか。あ、そういうのあるんだ。ヨザックとボルフラム、ボルフラムとこうなった。こっちかな。ユーリ、なぜ僕を選ばない。いや、だってこの上腕にトンキを見せられたらボディーガードを頼まずにいられないだろ。コンラッドも剣士として頼もしいし。僕は頼りないっていうのか。そんなこと言われても大丈夫。人間の土地だから、ここ。オルフラム、あまり陛下を困らせるな。うるさい。とにかく街へ急ごう。しょうがないよね、だって。魔法使えないだろうしね。
え、こっちでいいのかな。なんか行く場所が2カ所あったね。うわ、太ってる人いる。倒す。気をつけて。はい。あれやった。嘘、太ってるのに動きが軽やか。え、軽やか。もうこと説得しちゃう。ちょっと待てって。嘘。説得成功した。すごい。それでも経験値くれるんだ。へえ。素晴らしい判断です。やった。いやだってすごい機敏だったから、あの人。なんかそんな機敏な人をね、倒すのも良くないかなって。これ広すぎてさ、どこに行くのが正解か全然わかんないね。と、あ、間違ったね。よし。町以外にも行くとこあったのかな。ギュンターの日記には、人間の命を吸収させなければこの魔剣は使えないと書いてあるが、人間の命っつったってどうやって吸わせりゃいいんだ。手っ取り早く数を稼ぐとすれば村の焼き打ちかな。ヨザック、兵がそんな恐ろしいことをなさるわけないだろう。せいぜい一人か二人、お前ら大概にしろよ。何人だろうと罪もない人の命を奪うなんてできるわけないっしょ。じゃあどうするつもりだ。じっとしてても仕方ない。手分けして何か別の方を探そう。そうだな。仕方ない。俺も探してきますよ。ボテンたちはここにいてください。なあ、ボルフ。なんだ？ルッテンベルクの死。せや、昔コンラートがそう呼ばれているのを聞いたことがある。もう少し髪はなかったからな。獅子の縦髪のように見えてたんだろう。ルッテンベルグはあいつのゆかりの地だ。ジュリアって僕ではなく母上に聞くといい。ジュリアと親しかったはずだから。親しかったってどういうこと。つまり神魔国には3人の桁外れの魔力を持つ女性がいたんだ。一人は、黄金でいいのかな、あのゼリー。僕らの母上だ。もう一人は赤のアニシナ。彼女はアニメの幼馴染だ。そして最後の一人が白のジュリア。ジュリアは亡くなった。20年近く前にな。彼女は生まれつき目が見えなくて、この魔石の持ち主かな、気の毒に。コンラーと恋人を亡くしてるんだ。ジュリアが？ジュリアはコンラーとの恋人だって、そんなことは聞いたこともない。え、恋人じゃねえの？あれ、これどこで間違えちゃったかな？ちょっと聞いてくださいよ、坊ちゃん方。わ、お帰りよ、サック。何かいい思いついた？こんなチラシもらったんすよ。救護、命の最後に立ち会う仕事。死を目前にした同年代の少年を励ましていませんか？10代の容姿、端麗な少年求む。細かい文字の部分に僕にも読めない。いつ見ても人間どもの書く文字は我々のように芸術性の欠片もない。命の最後に立ち会う仕事って一体どういう仕事だよ。医者？看護師？葬儀屋さん？まさかお坊さんじゃないよな。でも容姿端麗って剣、持参歓迎って何？物は試しだ。この目で続けてみましょうや。いえ、だって俺容姿端麗じゃないし。容姿は絶対大丈夫。じゃあ面接会場に行きましょうか。結局やっぱね、みんなね、ゆうちゃんのことは顔がいいって言ってくれるのよね。素敵。それ街の中広。どこだ？ここか。あ、この辺ちょっと覚えてないな、アニメ見てたけど。あの子が出てくるとこだっけ？あの、船で会ったあの子。容赦応赦の中で地味が一番だね。はあ、あ、すいません、その。自分に自信がないもんで。ちみ、職業は？自由業です。どんな？太鼓の達人です。太鼓の達人です。名前はどんちゃんです。すごい、どんちゃん。じゃあちみやってもらおうかね。名誉職だから頑張ってねっす。え、絶対ブラック企業だよ。
なんかみんなローマ帝国の戦士みたいな格好してんな。甲子園に出る、何しよう。甲子園には縁はないんだけどな。ここで俺に何しろって言うんだろう。もしかしてトークバトル、瀕死の少年と。おばあさん、あんた何をするかも知らずにここへ来たのかい。あんまりよくは、あんた私のそれの弟と同じぐらいだね。もし間違えてここへ来たなら悪いことは言わない。こんな仕事を引き受けちゃダメだよ。仕事ってどういう。人殺しだよ。人殺し？あんた自分で文字が読めなかったんだね。多いんだよそういう子が。どうせ同年代の少年を励ましていませんかとか何とか言われてきたんだろう。これはね、処刑なんだよ。処刑？そう、祭りの最後に観光客を喜ばせるために残酷な殺し合いを見せ物にするのさ。嫌な見せ物だよ。もう殺し合い、私だって息子が病気じゃなければこんな仕事したくないよ。マジですか。やれやれ、毎年必ず一人はこういう大ボケをかますやつがいるんだよな。参加者がおばあさん以外全員ちょっときつそうよ。もっとここで騒ぎ起こすなよ。殺す相手が違うぜ。と言っても出場4回目の俺様にと違ってお前さんは全然分かっちゃいねえようだが。え、この人は男女何今の人何、じゃあ教えてくれよ。私が教えてあげる。女なのかな。あんたはこれから闘技場で罪人どもと戦うのさ。なーに、遠慮はいらないよ。相手はいずれ死刑になる罪人さ。じっくり食べれば観客も喜ぶ。そうなら来年もこの割のいい仕事になりつけるって寸法さ。なんたって名誉職だかんな。まあ、せいぜい頑張りな。てか、いくらもらえるんだろう。あんな風になる前に、早くここから逃げな。どうしよう。いや、でも、どう逃げないで行こうかね。今更逃げられるとは思えない。つか、どっから出たら？扉は閉まってるし、なんとか相手を殺さずに済む方法はないかな。辛いわね。てか待って、容姿端麗がさ、基準でしょ？容姿悪い人多すぎない？もう逃げられない。いいかい？絶対にやけになっちゃダメだよ。いや、おばさんはいいんだけどね。あんたみたいな子が人殺しなんてしちゃいけない。とにかく時間を稼ぎな。相手は生き残れば死刑は免れるから、それはもう必死で向かってくるけど、逃げたり、すかしたりして時間までやり過ごすのが一番だよ。そっか、時間切れ引き分けなら両方とも助かるのか。おばさんありがとう。おばさん。泣くなよ。その時間じゃあるまいし。いい餌なのか、お前にとっては。ほら出た、リック。リック。誰かと思えばお客さんか。なんで君がこんなところに。そっちこそ。俺のことはいいんだよ。あ、もしかして海賊と間違われて。冗談じゃない。俺から役人に行ってやる。おい、ちょっと、お役人さん。あ、止まった。すぐに話しかけるから。何も、律儀に言われた通り。相変わらずお人よしだね、お客さん。え、まさか。これかな？その通り、誰も間違っちゃいないよ。俺は海賊の一味さ。え、嘘だろ？仲間の手引きをするために見習いとして船に潜り込んでたのさ。そんな嘘だろ？だって君は。あんたたちが特別室にいるって海賊に教えたのも俺さ。最悪。乾杯で会った時だって、俺は襲撃の準備をしてたんだ。なのにあんたと来たら、船乗りになるんだろう？大きな船を操るんじゃなかったのかよ。その通り、大きな海賊船をね。さ、いろいろと話したいことあるんだけど、とりあえず今は力を合わせてここから脱出しないか？なん？制限時間来れば助かるんだろう？だったら二人で時間を稼いで。何言ってんだよ。だっておばさんが、助かるのはお前だけさ。制限時間が来れば俺は処刑されるんだ。辛いわね。罪人が助かる道はただ一つ。この試合に勝つこと。お前を殺すことだけなんだよ。そんな。うわ、普通に戦闘なんだ。倒そう。なんかリックさ、ちょっと、ヘナチョコっぽいね。この、
大丈夫？ほら、1。あう、ホルギフ。分かってるよ、それはお前は経験豊富百戦錬磨かもしれないけどさ、俺は今までバットしか握ったことねえの。代打要員でスタメン経験もなし。はいはいはい。あ、最悪。余裕だな。誰と喋ってんだ？ケント。ほんとよ、ケント喋ってんのよ、こっちは。え、5って強くない？全然減らないんだけど、なんで？バブー。赤ちゃんみたいな声出して。甘えるんじゃありません。もう必死なんだから。全然減らないね、向こうね。なんか技とかないか？必殺技。いや、モルギフパンチって何？パンチしよう。いや、違う、落ち着け。パンチは剣の技じゃない。何をごちゃごちゃ。できることをしよう。で、何？文字が。頭の中に文字が浮かんだ。あんた魔族なんだってな。あんたをこうやれば俺にも箔がつく。そうすればまともな世界で生きられるかもしれない。やり直せる、やり直せるんだ。生きることをするだけだ。あら、手加減できるほど剣豪じゃないんだ。内職じゃ、内臓だと、内職って内臓に行ったかもしれないけど、体真っ二つよりはマシだろ。この剣見かけ通りの生蔵でね、相当気合入れて研がないと切れないんだ。殺せ。殺さないよ。今のうちに逃げよう。いくら悪いことしたからって、こんな裁き方は間違ってる。なんでやめるんだ。あれやっちまえ。ちょっと感じ悪いわね、そこのおばさん。お前らどうなってんだよ。こんなのどこが楽しいんだよ。ほんとね。さあ行こうぜ、リック。リック、矢がリックに。なんでだよ、ここまでする必要なんてないじゃんか。誰がこの矢を放った？汚えだろ、こんなの。俺がそいつを。ダメだ、また記憶が飛んじまう。また俺の知らない魔王になっちまう。そんなことをするためにこの世界にいるわけじゃない。そんなことをさせるために俺を選んだわけじゃないんだろう。モルギフ？やだ。今の女性のアイコンひどかったよ。ちょっとモルギフ、今何？変なもの拾って食べちゃいけません。ペッしなさい、ペッて。そう、おじさんなんて食べちゃダメよ、本当に。大変な、じいさんが。心臓発作だ。最前列で処刑なんて見るから。まさかお前あの年の命を吸って、このところで発動しようってんじゃん。モルギフ発動するとどういうことになるんだ？なんだ？剣が光ってるぞ。吐いてるよね。お前口から何を。もしかして15年近く空っぽだった腹にいきなり食ったから、いけえれん。魔剣だ、あれは魔剣だぞ。この楽器は魔族だ。こうやって現れる。君たちみんな殺されるぞ。ユリ、どうなった？近づくと危ない。下へ向けるんだ、刃先を下に。ダメだ、コントロールできない。そんなことしたら手が。平気です、いいですか。ゆっくりと下に。そう、名を呼べ。なんか文字が頭に浮かぶ。私の名を呼べばできる限りのことをしよう。私の名はヴィレム・デュソイエ・イーライド・モルギフ。
吐くならエチケット袋の中でしろ。一体どんな魔術を使ったんですか？どんな魔術も使ってねえよ。ただ頭に思い浮かんだ文字を読んだだけ。文字が読めるように？ああすいません、話は後で。今のうちに脱出しましょう。でもリックが。俺が運びます。陛下はモルギフを。コンラとその手、モルギフに触れたから。行きますよ陛下。あ、奥さん、そうだ、息子さんの治療代、これで足りるかわからないけど。もう最悪。あな、おばさんさ、本当に負けなんか持ち込んだ私たちを人間滅ぼしてきたんだね。ユリ、急ごう。ヨザクたちが脱出の準備をして待っているはずだ。ここに財布置いとくから。負けがなんだい。今に人間だってもっとすごい武器を作ってあなたたち魔族を倒してやるよ。ほんと、いや、うざい。おばさんイライラするな、何今のおばさん。ほんと、さあここ離れましょう。了解です坊ちゃん、急いで。ユーリ、いやほんとに、いやわかるのよ、なんかわかるのよ、そりゃやっぱ魔族と人間とのね、こう差があるから、やっぱあれだと思うけどさ。気をつけて。ただおばさん、あんたさっていうね言い方ってものがあるよねっていう。本当に腹立たしいわね。もうごめん、こんなの飛ばしちゃった。え、脱出でどっからすんの？あ、港ね。オッケーオッケー。で、脱出するとこまでは行こうかね。よし、もう脱出しましょう。もう本当におばさん、おばさん、最後におばさんにイライラしちゃうわね。どけ、道を開けろ。本当よ、どきなさい。コナド、これから一体どこに逃げるの？あそこです。へーか、お久しぶりさすがテリ様。テリ様のクルーザー、なんでこんなところに。ああ、もう早くいらしてなんか一気に緊張感が。まあね、でもテリー様もね、かっこいいシーンあるもんね。あそこあるのかな、このゲームで。見たいんだけど。テリー様が偶然この島に来てくれていて助かったな。けどテリー様がこの船、豪華すぎだよ。なんでトレックが、じゃあトイレが銀、金銀宝石製。あ、コンラート、デッキに行くのかな。確かデッキのヨザクが。どういうつもりだ。まあそうだよね。何が？ボルフラムはともかく、お前が人間の文字を読めないわけがない。あの処刑についても知っていたはずだ。うまくいったじゃねえか。まあガキじゃなくてじいさんの命だったってのは計算外だったが、これで万事解決。魔剣は手に入れ、戦争も避けられりゃ陛下の人気も上がる。いいことずくめだ。お前たちのやり方は間違っている。どこが。あんなお子様に任せといて本当に大丈夫だと思っているのか。裏から俺たちがうまく舵を取りゃいいんだよ。その方が陛下だってよっぽど楽なはずだ。お前たちはシュトッフェルと同じことをしようとしている。禅王ツェツィーリエ陛下と同じ過ちを新王陛下に犯させようとしているんだぞ。違うね。セリ様の間違いは自分で統治なさらなかったことじゃない。任せるものを間違えたことさ。フォン・ボルテール卿にグエンダルに任せるべきだったと。いや、お前たちがどんな謀略を巡らせようと陛下を思い通りにはさせない。わかんねえかな。俺たちは俺たちで、あの坊ちゃんのことを思ってだな。だとしてもだ、再びこのようなことが起こり有利に危険が及んだ、その時はその命ないものと思え。グエンダルには俺が話す。ご自由に。
けどああ見えてあの坊ちゃんなかなかやるぜ。そんなことは本人以外みんな承知しているよ。なんとも言えないよね。なんかなんだろう、難しいよね。なんかよざ、なんだろうまあこっからよね、こっからよ。この後まあヨザックもね、ユウちゃんに対してそこそこ出れてくれるようになるしね。ということでですね、今回はこれで終わろうかなと思います。ちょっと早く平和な絵画見たいね。もうどうだっけね、この後神話国帰ったらまた一回地球戻ったかな、どうだったかな。はい、じゃあこれで終わりたいと思います。バイバイ。